空中給油を行います。ステージラロシアのは戦闘機のほか T-130 弾の戦時重装置に対しても空中給油をすることができます。燃料を給油する棒の形をしたドームの長さは約6メートル。これを参考にすると T-767 と T-130 同士の近さが目に見えてよく分かるのではないでしょうか。続いて T-130 による模擬空中投下エアトロップです。